私ワオキツネザルはボルネオ島に来た。豊かな自然とゆっくりとした時間が流れる熱帯雨林の島だ。世界で3番目に大きな島で、マレーシア、インドネシア、ブルネイの3国に分かれている。この自然豊かな島で野生動物たちが絶滅の危機に瀕している。それを防ごうとする現場にワオキツネザルは行ってきた。ハッピーアース学者のワオキツネザルだ。突然だが君はパーム油を知っているかな。油やしから取れる植物油で身の回りの様々な製品の原材料として使われている。例えばチョコレートやアイス、マーガリンをはじめ、インスタント麺やスナック菓子、冷凍フライにも使われている。他には洗剤やシャンプー、化粧品などにも。君も使ったことがあるはずだ。知らないうちにね。それはなぜか。パーム油は原材料に植物油または植物油脂と書かれていて、パーム油と書かれていないから。でもパーム油は他の植物油よりも収穫量が多くて安定して供給でき、様々な用途で使用できる上、とても安価だ。つまり安いってこと。こういった理由からパーム油は世界で一番生産されている油なんだ。アテクたちの生活に欠かせないこのパーム油、実は問題を抱えている。例えば環境破壊、広がり続ける油やし農園の開発により傷ついた動物たちを守る取り組みを、アテクシーはオキセザルがボルネオ島に行ってリポートしてくるぞ。最後まで見てくれよな。ここはマレーシア領サバ州サンダカンにあるセピロックオランウータン保護センター。世界最大規模のオランウータン保護区だ。森林伐採や密猟で傷ついたり親を失ったオランウータンたちを保護し、野生に返す訓練を行っている1964年に設立されたリハビリ施設だ。多くの観光客が訪れ、保全や保護の取り組み、ボルネオの自然についての普及啓発を行うエコツーリズムの役割も果たしている。給餌場にはオランウータンやブタオザルが集まってきた。子供を抱えたオランウータンもいる。このセピロックオランウータン保護センターでは年間 3,4 匹ほどが保護され、これまでに120匹を自然に返した。素晴らしい取り組みだ。だが課題はある。このリハビリ施設には様々な生き物を受け入れているため、スペースが全く足りていない。しかも施設の運営にはお金が必要だ。なぜオランウータンを保護するのか、その理由を聞いてみると、とてもシンプルな答えが返ってきた。マレーシア政府の決めたルールだから。農園主たちが森を切り開いた結果、オランウータンと人との遭遇が増えてしまった。餌を探し農園に迷い込んでしまい、アブラヤシの若木を食べてしまうことも。だが手出しは許されてはいない。もしその法律を破れば25万円の罰金、または5年の禁錮刑になる。重い罪だ。彼らとしては生活を脅かす生き物だが、ルールとして保護することを受け入れているそうだ。現地の人々は複雑な気持ちを抱えている。人々の生活とオランウータンとの軋轢は難しい問題だ。心からオランウータンとの共存を望んでくれるような仕組みが必要だと感じた。次に訪れたのはボルネオエレファントサンクチュアリ。オランウータンと双璧をなすボルネオの象徴といえばボルネオゾウだ。森に暮らすボルネオゾウたちの住処の多くは油やし農園に変わってしまった。かつて通り道だった農園にゾウたちは入り込み、油やしの芽を食べてしまう。その結果、畑を荒らされることを嫌った農民たちはゾウを害獣とみなし、時には傷つけ、時には殺してしまうなど迫害するようになった。ここではそういった迫害により傷ついたり親を失ったゾウたちを野生に返すために保護しているのだ。小ゾウから50歳のゾウまで様々な背景を持ち保護されている。アテクシたちが訪れた時、保護されているゾウは全部で5頭。これで満員だそうだ。こんなに大きな檻を用意しても長距離を移動して生きるゾウにとっては手狭だというわけだ。満員だともうゾウを受け入れることはできない。かといって殺処分は許されていない。マレーシアではゾウを意図的に傷つけることは法律違反なんだ。保護できない状況では別の森に移動させることしかできない。だがその別の森も限られる。軋轢は増え続けるが、それを防ぐ手段も余裕もないんだ。他にはゾウたちの飲み水の確保も直近の課題だ。このように水源を掘る作業も続けている。施設内ではゾウの生態や進化の歴史、
文化との歩みが学べる。普及啓発も大切な共存への道だ。シルビアさんはあらゆる分野の協力体制を作ることが重要だと語る。まずは象たちの健康管理を担うドクター、象の適切な知識や共存を伝える教育の仕組み、教える人など、そして野生の象たちが自由に動き回れるスペースを自然にもっと作らなくてはいけないと。ここは象たちへのリスペクトと愛を感じる場所だ。飼育員の柴さんの言葉が印象的だった。彼らはとても賢い。その象たちが傷ついている。それを多くの人に知ってほしい。さていかがだったかな。現地の自然を傷つけている責任は海外にいてパーム油を使用している製品を使うアテクシたちにもあるのを忘れてはいけない。だがこの事実を知ったからといってパーム油を使わないという選択は安易にはできない。理由はパーム油は他の植物油よりも効率的に収穫できるためと安価であるから。パーム油を選ばないとなると新しい農地が拡大して環境破壊が進み、多くの日用品や食料が値上がりする。いかに今あるパーム油の仕組みを変えるかが現実的であり急務なんだ。野生生物たちと共存を目指す人たちは口を揃えて言う。資金が足りない。思いだけでは共存を達成できない。これらの保護施設はあくまで対症療法でしかない。本質的な解決はボルネオに住み農園で働く人々の生活を支え、自然を守ることの意味を理解してもらう。そして海外に住むアテクシたちにできることは、寄付や現地の自然や雇用を守る仕組みのパーム油を使用して作られた製品を選ぶこと。それが大事だとアテクシは。具体的には持続可能なパーム油を使用していることを表す RSPO 認証の製品を選ぶ。現地で活動する団体に寄付をするなど。今回取材に協力していただいたサラヤ株式会社様の製品は RSPO 認証を取得している。そしてそれらの売上の 1% が紹介した保護施設を支援している認定 NPO 法人ボルネオ保全トラストジャパン様を通して寄付される。君がその事実を知り選択肢を変えるだけでボルネオの自然を救うヒーローになれる。気になった君は概要欄を見てくれ。身近な生活は遠い国につながっていることを忘れるなよ。テレマカシー、またの日。次回のワオキツネザルの地球を救うアカデミーではボルネオロケ後編、持続可能を目指す油ヤシ農園からレポートするぞ。